どうもこんにちは、ヒカルでーす。ヒカルハヤです。何なんですか今日。いやいや、鳥に乗ってるんですよ。あー、ありがとうございます。はい、今回ですけども、はい、中国に向かいます。できた。成田空港ですよ。ほら、今回ですよね、ツイッターの方で僕とラワさんが荒野行動のことね、軽くリプ話したら、はい、公式ツイッター荒野行動から引用リツイートされて、はい、勝手にね、ぜひ本社来てくださいよというふうにちょっと挑発的に引用リツイートされたんで、あ、じゃあ行きますよっていうふうに返して、ほんまに行くことになりました。はい、ガチですね。はい、だってもう1週間ぐらい前ですね。そうですね、僕荒野行動やったことほとんどないんですけど、荒野行動の本社に言うたら呼ばれるんです。初ですか。初じゃないですか。日本の YouTuber 初ですかね。はい、ほとんどやったことない僕がなぜか本社に突撃するという聞きたいこと特にないのに。はい、まあでもヒカルさんやから、本社の在籍を日本に移して、お前らがこっちに来いって言わんかっただけよかったかなっていう。逆に行ってくれるから、逆にまたよかった。トラブルになる。まあ中国なんで初めてですからね。海外なんてハワイ以来ですよ。ほんまに。ああ、確かにそうですね。僕は1回ずつ中国行ってますけどね、この間。2回目。はい。なんか結構中国って結構 PM2.5。ああ、すごいらしいですね。まあだから完全防具で。まあ、僕肌弱いんで。めっちゃ透き合いてますけどね。はい。成田空港からもう完全防具で行こうかなと。成田から完全防具なの。いやー、中国の風吹いてるんで。若干来てるんで。あ、なるほど。中東の風が来てるんで。中東ですか。中東の笛みたいなね、サッカーの。なるほど、なるほど。中東の風。知ってますよ。中東の笛知ってますよ。バドミントンでしょ、中東の笛って。違いますよ。サッカー。バドミントンがなんか。どこで笛たいのか。バドミントンがなんかでしょ、中東の笛って。肩でしょ、バドミントンやから。ごめんなさい。笛じゃないでしょ。はい。わかんないです。僕バドミントン笛吹くか知らないですけど。ということで今回はラファさんボディーガードにつけて。いや、もうやっぱり僕がおなじみですよ。はい、ちなみに今日のそんなジャン君、ジャン君いないです。ジャン君何いないですか。いや、今回って結構大きなプロジェクトじゃないですか。言うて本社から、はい、まあまあそうですね、はい、だからいるじゃないですか。だからいらないんですよ。邪魔になると。邪魔なんですよ。負担になると。だからいらないんです。それでも僕でも中国歌いたいと思います。行きましょう。レッツチャイナ。ボディーガードやから練習でかかったとしてもいいです。イエスイエス。今日もおしゃれに自慢してきて。おしゃれにしてるな。ほんまにおしゃれで自慢してきて。腹立つな。いやいや、これまた靴もいいの買い取るで、またちょっとエッジ型みたいな履きやがって。めっちゃ走りそう。3日ぐらい走りそう。歩きやすいやつ来たんですよ。もうあんだけ散々言われたんで。結構しゃれな。いやいや、ということでよろしくお願いします。今日本当に僕しっかりボディーガードしていくんで、ヒカルさんのこと聞いていきます。何かあったら何かあったらダメですからね。ダメですよ本当に。しかも結構長いでしょ。相当です。3泊するらしいですよ。あ、そうそう、3泊4日。結構長旅っすよ。17日結構長旅。まあ多分中国でね、これから動画続きますよ。中国旅行ですから、まあいろんなことができますよね。はい、ヒカルドファイルの中国旅行の本筋としては荒野行動の本社突撃。まあ、それ以外にも、まあ、観光旅行じゃないですけど、中国ならではのこと、いろいろありそうですね。中国でも近ければマカオ行ってもいいし。それはさすがにないですね。どんな感じなんですか。マカオですよ、カジノ。まあ、そんなのありですね。行けたら行きましょうじゃん。不老不死ね。整形整形。中国人一人ぐらいいなくなっても気づかないです。炎上するよそれ。中国におるから。じゃあ、ね、かくれんぼ、かくれんぼの話ですか。中国でかくれんぼしたら誰も絶対に見つからないです。いや、中国はいろんなものがありますから、まずはでも料理、まあ、料理楽しいですね。北京ダックみたいな、はいはいはい、あー、いいっすね。例えば中国料理は食べたいですね。しかもなんか今回僕たちが行くところ聞いたところによると、なんか昔西の州でやったらしいんですよね。言ったら風俗業が栄えた州らしいんですよ。そうなんや。2016年ぐらいに一斉摘発されて、はい、今減ったらしいんですけど、その名残があるらしいんですよね。だから夜にマイスが消えるかどうか、なるほど、確認するって大事。密着や、密着。中国密着24時。ハワイでもストリップは行ってたんでね。行きましたけど、それはそういう殿下があるんでね。めちゃくちゃ重い殿下やからね。そういったところにも注目しながら。芸術ですから、あれは。だからえ、あ、美術館に行くようなもんですよ。だからそんなわけないよ。芸術そんなわけないやろ。謝れよ。あんなもったりした黒人みたいな。謝れよ。この芸術やね、あれが。あんなデブみたいなことです。とりあえず行きますか。はい、行きましょう。バイバイ。結局やんよ。はい、ニーハオ。はい、
怖いね、怖いね。はい、ということで中国着きました。怖いね、怖いね。どこですか？ここはね、広州という場所なんですけど、本当に来たんですね。はい、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、中国の警察の車があったりとかね。あー、すごい。まあ、もう後ろは中国市街ですよ。そうですね。公安とかですよ。わりかし中国は漢字が OK であれば、わりかし通じるんじゃないですか？まあまあ、そうです。なんとなく分かっちゃいますね、ニュアンスで。さっきね、明らかにこれはポカリセットじゃないかってやつ買いましたね。え？ほら。ポカリですね、完全に。またパクってるな、中国これ。はい、書いてますね。公式でしょこれ。ポカリスエットって。これでも本物ですね。味も一緒ですね。結構中国っていうとね、ミッキーマウスとかああいうのとか、ああ、ぷっくりやってるとかあるから、はい、怖いんですよね。まあでも人はまあ真似するところから始まってるんでね。学ぶは真似部からスタートしてるんで。分かんない。学ぶっていう言葉は真似るからの語源です。あれも。いやでもフライト時間長かったらちょっと分かんないです。5時間寝かけて疲労も溜まってるんで、今から早速ホテル向かいたいと思います。はい、ホテルまでも1時間あるんで。かなりね、イエーイ。お願いします、お願いします。ホテルでも1時間あるんだね、車だから。1時間あるから、車内撮りましょうよ。あ、せっかくなんで。通訳の方も来ていただいてて、出れないんですね。出れない。通訳のリーさんです。映せないんですけども、才色兼備でハーバード大学卒業してるらしいです。え、マジ？どうか。でも、英語も喋れるんですよ。英語、中国語、トリリンガルですね。へぇ。で、今、日本に住まってるみたいなんですけど、普通に今、可愛いですよ。普通に可愛いもんだって。怖いね。怖いね。まあこういうことですよ。そういうことですよ。結局国が変わってもノリと勢いでいけば何とかなるんですよ。そうだよ。この動画でね、中国の方と絡むことあるか分かんないですけど、絡んだ時はね、まあすごいですよ。これはそれはそれはね、それはすごいよ。もし万が一絡んだ時があったとしたら、すごいコミュニケーションの仕方。どうなんでしたっけ、ロンガの。怖い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 。これでいきます。これで完璧です。何この子って感じでバッて見てますか？笑ってますよ。笑ってますよ。笑ってますよ。公安の人が笑ってます、はい、中国の公式の人が笑ってますから、政府公認の人が笑ってますから。今めっちゃ見てますから。多分後でね、連行されると思う。言うてね、ワンチャンなんかって僕やられますからね。ちょっと怖い。じゃあ行きましょうか。行きますか。はい、今左ハンドルの車乗って中国から、ほんまや左よ、中国に向かってるとこなんですけど。中国から中国向かってるでしょ。広州のホテル、はい、州のホテルで結構いいところ、すごいいいところって一番いいところですか？撮ったんですよね、前さんが。あ、撮りましたですよね。まあ、やっぱそのね、はい、言うてもね、今回目的が高野行動の本社行くってことですから、招待されてるわけですから。ヒカルさんの乗り込む系一緒に行くの初めてなんで、俺楽しみなんですよ。まあ、高野行動なんてアホほど稼いでるでしょ。いや、やばいと思いますよ。そんなエグいと思いますよ。だからホテルも相当すごいとかと思うんですよ。あ、もうマジで豚とか丸ごと出てくるとかね。ペンペン叩いたろ。パンパン叩いたろ。叩いて決めるんですかね。パン叩いてヒヒーってやつ。この豚いいですね。これ丸焼きで。豚叩くとヒヒーなんで。もう痛すぎて。ブイブイじゃん。痛すぎて。こいつ丸焼きでっていう感じでいけるんですかね。いける可能性高いですね。うわー、まためっちゃ残そう。また柴田さんが出上がってきて、ラファエルは。なんなんすかのテーマもう。めっちゃ嫌と夜中。しかもあれも僕にかけてくれって分かるんですよ。あれ頼んだ僕なんですよ。頼んだ僕で、で食べきれへんかって、その見切りのせいだからラファさんって、ね、ヒカルさんに電話していいんですかって確認も何もないんですか？いや、ないっすよ。ヒカルさんってなかったんですね。なんでまた俺や思って。え、何もなかったっすよ僕。へ、勝手やっとんなと思って、勝手盛り上がっとんなと思って、なんかたまになんかあの人なんかメンヘラなんですよ。気まぐれなのがあれでしょ。あれが僕の可能性もありましたし、ラファさんの可能性もあったっていう。案外ラファさんに来なかったのに、なんか今なんかブーム来てますよね。なんか夜中だって、あれ24時過ぎで電話30分ぐらい喋ってましたからね、ずっと。お前のはうんちくだみたいなこと言われながら、いやいやいや、夜中10時過ぎてね、お前の方が失礼やろうと思いながら。そんな感じでね、今から中国から中国向かうんですけど、俺思ったのが左ハンドルなんですね、中国。それ言うたかな。左ハンドルなんや。海外で全部そうっすよね。え、俺がさっき言ったところカットするつもり、もしかして。そうだ、そうだ、そうだ。それができちゃうんですよね。いや、怖いな。いや、でもどうですか、全部左ハンドルなんですか、リーさん。はい、中国は。まあ、日本だけなんじゃん、右ハンドルって。あ、逆に、いや、ということでね、ほんまのもう乗り手パッパッとつぶやいたら来たから、怖いわ。いや、気になってるんですよ。中国って、まあ、日本で一番人が多い国じゃないですか、はい、めちゃくちゃ多いでしょ。日本人が1億人言われたら13億とか、その多分それがいるでしょ。中国は多いですね。だからすごい規模の何かがあると思うんですね、はい。まあ、そもそも荒野行動の本社なんてヤバいと思うんですよ。言っていいっす。荒野行動ってヤバいでしょ。何兆とかっていうレベルだと思いますよ。そんなんなんですか。いや、そんなレベルが違うと思うよ。1億くらいもらっても分かんないでしょ。いや、分かります。あんな分かんないですよ。ヒカルさん1億持って帰って全然分からなくて、そんな経理が起きてヤバいでしょ。もしかしたらね、仲良くなったらなんとかなるんちゃうか。それはある、はい、なんかとんでもないお金持ちがいると思うんですよ。荒野行動のトップで出会って2回くらい土下座したらなんとかなるんちゃうか。さっきの俺のやつや。はい、おわいに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 おわい
膝行こうかな俺ほんま膝破れるまでやったろうかな。日本で頑張るより中国で頑張った方がワンチャン上行くでしょ。日本でどんだけ頑張っても結局日本って規模がちっちゃいんで、まあ言っても知れてる。でも中国でちょっと頑張ればすごいスターになっちゃうかもしれない。だからヒカルさんさっき言ったみたいに、あの日本で小中高と大学とめっちゃいいとこ出て、はい、エリートで東大出て卒業して生涯年収行くよりは、はい、クズで育ってネットイースの本社行って大会いに行ってた方がワンチャン生涯年収高い。そういうことですよ、はい、ほんまにワンチャン、はい、あ500コードのトップの人気になれたらお前そっきになれよってそのぐらい好きってことですか、ね、はい、一周回っちゃってるから、はい、だから統治を使うんですよね、そこで、はい、そっちやで周回遅れしてるわっていうこっちも回ってるから新しいことを生んでるからもうそういうことなんですね。だからそういう可能性を秘めてるってことを考えたら、うん、この中国旅行っていうのはすごい可能性を秘めてるというかね、はい、ある意味ヒカルさんの中で、はい、今までで一番の金持ちと会う可能性があるんじゃないですか。そう、確かに間違いなくそうなりますね。ワンチャンそうです、ね、だから日本のお金持ちと中国の比べて規模が違うと思うんですよ。確かに、まあ、間違いなくトップでしょうね。ですよね。今回会えるならば、そういうふうに考えたら結構贅沢な一本の動画ですよね、はい、いるか分かんないですよね、そのぐらいのトップの人が。ああ逆に、はい、死んでる可能性ありますよね。もまあね、ないですね。分かんないですよ。気づいてない可能性あるでしょ。ヒカルさん1億持って帰っても気づかないから。楽しみやな、どんなあれが待ち受けてるのかっていうね。もうこのダイヤモンドが大きいのか小さいのかっていうのはもう僕ら次第ですからね。う使うものがうまいこと言いますね、はい、1時間回すつもりか毎日これいや1時間か長いな。だって飛行機4時間ぐらい乗ってまた1時間ここから行って、ほんでもう今日は仮眠ですよね。それでまあなんか撮りたいですけど ね、 そうですね。ホテルに何か撮りますか。ホテルの料理とか食べたらあ、はい、でもこの時間はホテルの料理ないですよね。あ、ルームサービス。ルームサービスは多分ないですけど。え、24時間じゃないの、ルームサービス。え、確認します確認します中国の人ってどうやって連絡取ってるの。あ、WeChat で。 WeChat なんて。 WeChat もうないみたいな。え、Dさんさ、はい、今日何帰ったらもう寝んの。はい、動画撮りたいんだけど。え、私と違うあ、大丈夫ですよ。いいですか。うん、いろいろ通訳ごらんな、僕ら何もできないですもん。ルームサービスも頼めないですもんね、通訳ごらん。確かに確かに。なんかまあいろいろちょっと見てみて、ホテルなんか入ってみて、あそこからリーさんに通訳おってくれないと、はいはい、だってマッサージを頼んでもさ、首割られる可能性あるよ強くしますかって分からへんから、どんどん強くなっていくから、どんどん強くなって首最終的に割られる可能性あるんで、リーさん横にまと困った時、大会にしか言えへんかったらマッサージはもう強い強いって、大会にってもう愛されとるかと思って、どんどん強くしていってね。確かに、危ないでしょそれ。知ってることがニーハオと大会にとシンシェだけやから、もう十分です。それだけで大丈夫ですか。さよならは。あ、再见。え、再见。再见。なんかこれ知っといた方がいいってこともあります。あ、お金ってなんていうんですか。マネーじゃないですか。マネーじゃなくて、それは英語でしょ。タメ口を怒られたね。タメ口を怒られたね、アホや。じゃあ何。英語だろそれは。英語だろ。一元お金。千円。例えばなんか中国のトイレって紙流したら詰まるって聞いたけど。え、そうですね。ホテルのトイレは綺麗ですよ、めちゃくちゃ普通に。いやなんか紙が詰まって逆流してめちゃくちゃ困るから紙は流してダメみたいな。前はそうだったんですけど、紙の材料は多分違うと思うんですけど。なるほど。じゃあトイレットペーパーは別にトイレ流しても大丈夫。今は多分大丈夫だと思う。多分大丈夫。多分大丈夫。結構危ういですね。ヒカルさんの撮影中が言ってるけどうんこ臭かったら嫌やで俺。逆流してますよ、ヒカルさん、これ嫌やな、俺それそんなんあるんやん。ヒカルさんのうんこ逆流するわけ確かに、一回うんこは逆流してこないですよ、髪が流れてる。その辺も全部含めてだから、一回もうやめてください、これ汚い。何や。はい、ホテル着きましたよ。サンシャインホテルっていう5つ星のホテルらしいんですけども、はい、天井マジめちゃくちゃ高い。高いなで、これ、見てあの壺やばない。あんな高そうな壺、普通真ん中に置くでしょあれはここなんですか。いらないでしょ、あんな花も刺してないで、あれどんだけ無駄な、あれ見てほら、ボーンって思い切り蹴ったら割れてたね、今日ね。ポケモンのアンノーンが出てきそうな遺跡ですよ。出入り口はここだ。実際にこのホテル、転入してみたいと思いまーすこういう天気でしょ。そうそうそう、今日中国なんでね。で、前さん、俺のずっとこれずっと止めてくれへんからどうしよう。なんか店が1年半までやってるんですって、はい、1階が。あ、これオンクレじゃないですか。ああ、そう、聞いたようなやつ買ってもらったじゃないですか。まあまあそうですね。これもあれじゃないですか。え、これはいつものやつですね。ガチガチのルビタン、はい、最近ジーパン買いたんですよ、僕。また自分でペイントしてここつけたんですよ。ザワさんっぽいですね。ディスクのジーパンに買いました。うわ、また高いブランドですね。いやいや、ディスクの靴持ってたやんすよ、私の。持ってないですよ、僕。誰やわ、ね、ロケマサっすよ。前スタイルできるっていう噂の次の次期副社長じゃん、僕は。できないっす抜本的にね、もう募集がなんかかけてガッチガチなナンバーズ置かないためのスーツで、おはようございますヒカルさん、おはようございますってやつ。だから一体こういうホテルで働いてるような人でしょ。そうっす、そうっす、はい、で、最近グランドハイアットの従業員のことに出会ったことあるんですよ。え、めっちゃいい。めちゃくちゃ良かったっすよ。女子アナの女
から置いてあるじゃないですか、はい、あんなレベルです、まあ、紹介の紹介でやったけど紹介の紹介、見た目もいいですよ、もちろん語学も英語話せる、韓国語話せる、日本語話せるで、トリリンガルで、俺そういう人ね、ほんま募集したいんですよ。すごいですね、容姿も良くて、アイスもめちゃくちゃいいんですよ。いや、通訳もいいですね、はい、募集したい俺も。でしかも、会って思ったのが、会った瞬間からこの人いいなって思うんです。分かる、そういう感じのパターンや。笑顔一つ取っても、この人やったらいい人なんやろなっていうか、オーラでしょ。そうっす、ファーストコンタクトが違うわけよ。ここが誰に対してもそう思われてるわけやから。そうそれ分かります。そういう人いるでしょ。ネットの意見とかでさ、俺らが嫌われたみたいな、あれネットやからさ、直接だったらあいつはひれ伏せで顔になんか出えへんやから。直接だったら、ヒカルさんですね、ありがとうございます、こんな感じやから。いやでもあの子は良かったですね。朝からもう、おはようございます皆さん、はい、今日の何時ただここは難しいと思ったら私で書いておきますみたいな。見つかったらもうじゃんけんどうなるんですか。首の皮一枚でしょ今。こうやったら取れんねえから、これ取ってくれんから首でしょもう。そういうやつでバーってアポ取ってくれてて、でもなんかキャンセルとかなんか光さんの通告なんかなった時なんかは、はいはいはい、裏ですいませんってその人板挟みでその人がもう全部処理してくれる。光さんに一切そういうとこ見せへん。探しましょう中国でそういう人。日本で探してるんです。いや中国で見つけた日本人は相当優秀です、はい、だから中国の大手企業で働いてる人は全然優秀ですよ、はい、日本人。確かにそう、英語とか喋れる人で、まあ、容姿も全てそれでしょで、ほんまに雇いたいですね。まあ、語学もね、3つぐらい話せたらいいですね。大手の企業に勤めるとかじゃなくて、やっぱ秘書とかそういう、さっき言ったパイアットで勤めるとか、サービス業で接客業で勤めてる人の方が多分マネージャーとして、いや欲しいわ、ヒカルさん来週ハワイ行きませんかって行けるもんね、それ連れてこれば。こんな秘書欲しいわ。僕らのね、脳みそが休める人欲しいでしょ。あー確かに、それができないんですよ僕ら。なんかクルーズのコメント欄でも、兄に対してこんな口応えしてる弟だったら、俺だったら芝居取るわみたいな。芝居てみ、アホか、分かってないですね。アホやな、分かってないですね。まあまあまあ多いですね、ちょっとそういう人も。そう、俺やってほんまに。あとなんかその光の前さんやったら、前さんの方が上やのに、こんな口利くなみたいな。立場こっちの方が上や。アホかもう動画回ったとか仕事やそれ。前さんの力で先に生まれたわけじゃないですから。それは誰の力でもないですよ。そうですね、ほんまにカメラ回ってたらそれ仕事や全部。仕事の世界でお前な、上司に向かってな、おじゃおじゃ言うやつおるかそんな。それまた別でやりましょう、その企画。別でやりましょう。アンチとの方の別でやりましょう、それ。いやでもそれ、コミコミでの中国旅行なんで、中国来たことによって、俺らも一皮むけたわけ。まあもうその時点でね。そう。そう。あい、そうって。デスさんでやってるじゃないですか。デスさんね、はい、行きましょうか。じゃあホテルなんか行きましょう。そうですね、部屋もちょっと見たいし、はい、レッツラーゴー。広いですね、これ。時間遅いから今暗いんですけど、うわこれ多分ね、本来ならちょっと宮殿みたいな感じですね。結構して振動して漏れてくる階段。これジャンプしても天井届かないでしょ、これ。もう絶対無理ですよ。ちょっとジャンプしてもらっていいですか、一回。スーパーヒーローって言われるやつ、でもダサいやつ届かないでしょ、これ。普通にアイアンマンとかじゃ届かない、ソーとかじゃ届かないでしょ。ホークアイとか絶対届かないでしょ、こんなこれ。人が何人肩車したら着くんすかね。確かに、うわすごいな。落とすよ、落とすよ、割れるよ、割れるよ、そんなやばいっしょ。え、よかった、剥製ですか。うわあ、水入ったもんだ、もんだ、入ってない。え、入ってない。あ、でも時間になったら回るんじゃないですか。今はもう引いたんじゃないですか、もしかしてワンチャン。すげえ。うわ、やっぱ海外って感じしますね、これ。これ、やばい、なんすか、これ。何これ、これ座っていいんすかね。座るためでしょ。ほんまこれ、え、これ何、分かれへん。そうでしょ、座る。これほんまの1000人が水飲んでるんじゃないですか、これ。これ何本ぐらいするんですか、これ。全くそんなイメージないですよね、1000人がこれでの。結構垂らしやすいんですよ、こんなんで飲んでた。すごい、これ結構パリピでしょ、これ。ほんまにすごいホテルなんですよ。これ一泊何個ぐらい乗ってるんですか。いや、わかんないです。日本で言ったらリッツカールトンとか、ここ先言ったらグランドハイアットみたいなレベルで、そうなんや。マックスですよ、三つ星。ほんまにいいところらしいですよ。すごいっす。だってそれにじみ出てますもんね。ホテルの中にあんたおばちゃん働いてるんですよ。こんなもうええやんか、もうええやんか。確かに、もう休む時、休んじゃうくて。こんな人おらへんところで、人が見てんところで、こんな商品働くとおる。でもおばちゃん、掃除終わったと服すぐ服着替えてからマッサージ。4時とパチンコ行きますよ。もうさ、カートがさ、違うやん。パチンコ全然違う。パチンコの方が使ってない。ヒカルさん、本当に大体このカートです。うっかり。うっかりしたんだから、それ。パチンコの方が。え、あと4時だ。あれは。え、ナイアガラだけ、ナイアガラ。これ、どうしますよ。オバマ大統領、本当にどうします。
本気に叫ぶ。こうやって蹴る。骨董品や。なんか売ってんすね。これデザインかっこよすぎだろ。これ家置きたいな。高そうですね。これ家置きたいですね。かっこよくないですか。確かにこれ。これかっこよくないですか。玄関のってか。めっちゃかっこいいや。なんでもあれや。なんなの。まあこっちはジェネですね。こっちがフロントで。こんな背の高い椅子あります。こんな背高い椅子あります。六本木のラウンジ。2メーターでも確かにこれ座れますもんね。これはでかいわ。すごいな。これいいですよこれ。うわすごい。これ舞い上がるじゃないやん。相当多分あれでしょうね。すごい茶色いな。雨降った次の日かな。そうですね。雨降った次の日に来て買いでんやん。これ綺麗に絶対に。茶色が多すぎるわ。これも来てん上がるなちょっと。じゃあ早速部屋、はい、案内してもらって、はい、行きましょうか。ここまで来たら部屋もめっちゃ気になるやん。いや気になる。相当すごい。エントランスからもやばいですもん。じゃあまだ連れ来いよ。そうこっち見て。部屋。わわわわわわ。これやばい。すごいやん。いやすごいですねこれ。世界的なピアニストしか弾けないんでここでは。この柱の太さ。いやすごい。やばいです。これ。こんなのクラップラーマキナ。セットとかじゃない。これ。スコルスキーで登りますけどね。確かに。これでねこれでね。ここで登りますけどね。すごいなこれ。これもまたすごいわ。何これ。あ、馬や。さっき入り口にあったやつらなんかもっと高価場。これ何やこれ。これめっちゃ高いですよね。絶対サイズが高いね。これ絶対。あ、鉄や。すごもうこの絶対何百万もするやろ。こんなやばいでしょ。多分これサイズだけでもやばいですよ。これも聞こえますわね。誰が運んだこれ。なあ、前さ誰が運んだこれ。誰が運んだでしょ。担当者誰。違う。誰が見てください見てください。スキップしてスキップ。ヒガルさんヒガルさん、そろそろ部屋行きましょうよ。いや、あそこ山になります。え？何これ？ホテル広すぎ。確かにやばいですよ、ここ本当に。めっちゃ広いよ、ホテル。やば。これ何よ？それは鳥ですね。鳥？で、鷹がこれ岩の上に決まってるっていう風じゃないですか、これ。鷹の足とか。鳥に見えますけど、僕には。僕には見えないっす。わ、ちょっと芸術学校のとこ出してもらえるな、これ。なんか休憩所がこんなとこかね。広すぎますね、本当にこれ。これ。え？これ。何これ？あ、でもここ本来ならなんかお店があるんじゃないですか？何ここ？すごいゾーンですね、これ。すごいっすね、ここ。社交ダンス踊ってそうじゃないですか、ここで。やばいっすね。これすごいな。これすごい。わー、まじまじ。坂やってるよ。気をつけないと。え？うわ。え？マジ？言っとくね。うわ。これやっぱほんまに秘書いるんじゃないですか？ちょっと待ってください。あ、引っかかるわ。これスコールスルーの武器やったら登るわ、これ。スコールスルーの武器やったら。あいつのこれ引っかけて登るよ、これ。登る、危ないよ。中国一コケ。いやー、秘書いるんじゃん、これ。いらないでしょ。前の時が前に倒れて、こけないための武器がいますよ。マライアってそのレベルなんですか、やっぱお前マライアってお前気合い読むなよ。何やねん。エミネムと付き合ったんだよ、お前マライア。すごいね。お手洗いですよね、ここ。いや、ここは会食所でしょ。なんか怪しいな、このすごいな、これ。なんか闇の取引とか行われそうです。いや、ね、このレベルのホテルちゃんと組まなくて面白いですね。でも僕らは過去行ってたよ、ホテルよりも広くないですか。広いですね。でかいです。あ、カーラーさんはでかいですね、やっぱり。いやー、これはちょっと楽しみやな。楽しみですね、これは。なんか、なんか決めてください。はい、どうぞ。あります。行きますか。じゃあ、行きましょう。さすがに。もう10時待ってるんです。さすがに。はい、ではホテル部屋来ましたよ。いや最上階の1個下です。これ最上階ガス43。はい、43で、これ42階です。隣同士で、ね、これはほいって言いましょう。ほいって言いましょう。あ、ごめんなさい。行きましょう。じゃあ、まあカードに挿しまして。おー、すっげー広。めっちゃ綺麗に寄せるぞ。広。確かに匂いめちゃくちゃいいですよ。電気はなんか匂いが。あ、消えましたね。おお、あれ広い。うわー、電気かかってこれ広いぞ。広いる。こんなの非常に広。もしもし、はい。はい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 、何やろ。はい、すごいぞほんまに。で、こちらは広っ。あ、リンゴ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 、ほらリンゴ、ほら。いや、ほんまや、めっちゃ広いです。うわ、丸かじり、うまいわリンゴ。ガツすぎるでしょ。本物やこれ。手ですな、こいつや。ライダーコーナー偽物なんですよね。やっけ、綺麗やん。すご
そんな綺麗よ、うん、まあまあまあそんなライトはついてるね、まずそんな豊かでね、はい、いやーこっちこっちこっち何があるんですか。うわ広っ。これですよ、ベッド。キングサイズですね、これ。俺一人でこんなとこいる。広っ。うわ、まあ、飛び込んでください。いいの、いいっすか。はい。すごいなこれ。でもふっかふかすね、ベッド。ここだってね、俺普通すごいな。めっちゃ、ここめっちゃふかふか。やば。でもお前さん、偉いもんでね、すごいなって頑張ったけど、はい、俺家のベッドもキングやから広いなっていうのはやっぱ出る前やからな、はい、一緒っすか。うん、ジャブは出たけどストレートまで出んかった。ワンツー出んかった。やっぱここすごいっすよね、つけて。これはやばいな。はい、これやばいっすね。トイレまで。おしゃれやこれ、バスローブ。おー、おしゃれ。うわー、確かに色ちょっとちゃうっすね。うわ、そういうポジションめちゃくちゃいい。そう、これめっちゃいい。これはいいな。アイロンまでちゃんと用意してくれてて、いいっすね。なんでもありますね、ほんまに。お、お風呂、キッチン、足が伸ばせるのか。やっぱり伸ばせました。めっちゃええやん。やっぱ伸ばせるんやん、足。うわー、やっぱええな。いいね、ドライヤーチェックさん。ドライヤーチェック、これ定番ですからね。あんなに爆買いする。しかもなんか化粧水とかないんや。案外どんなドライヤーも、すごいよ。ほら、化粧水ない、こんなレベルのホテルやもん。あれ、ドライヤー何チェックするんですか。あとシャワーでしょ。水圧をドライヤー絶対いきますよ。これ怪しいな、水圧。どう、ヒカルさん、水圧。上から危ないよ、上から危ないよ。ほんま上あるやん。どれや。右のやつを左に回さないと。こっちで、ね、はい、左に。硬い、硬いっす。じゃあ左のやつを回したら。いや、ラフさんお願いします。じゃあもう、そうくそやん。硬いし、硬かったし。せやん、お願いします。お、なんか強くない。強い。シャンプーで置いてないの。あ、置いてないですね。置いてますね。ちっちゃい。あ、ちっちゃい。僕でも自分で持ってきてますからね、マイシャンプー。僕はないですね。でもなんかその化粧水とかないと逆にやばいですね。普通こういうのあるでしょ、絶対。ワンチャンだからそういうところの脇の甘いところがちょっとありますよね。なんかアベゴベなところ。ああ。テレビがちっちゃかったりするでしょ、このホテルの部屋の割合に対して。確かに。言われてみれば。これがなんかヒカルさんとかで前よく言ってたコンチネンタルだったら化粧水が全部置いてるじゃないですか。自分の部屋で、さっきのめちゃめちゃないですか、ここまで。これで何か行ってかないですか。何なんですか、これ。これ面白いでしょ、この遊び。めっちゃ遅くやね、この遊び。でも天井高い。ああ高いですね。例えで何回も言うとコンチネンタルこんな高くないですもん。いいっすね。こんな高くない。かっこいいっすね。ここもかっこいいっす。枕もこんなにないの。しかもちゃんとガラス張りにしてくれてますね、全部。姿見が。これすごいっすね、やっぱ。本来テレビやったんかな、これが。ぽいっすね。この筋トレグッズ置いてるじゃないですか。そうっす。軽すぎるやろ。いやいいっすね。これなんかお菓子みたいな。でかっ。綺麗ですね。めちゃくちゃ大きい水置いてくれたよ。何が飲むんですかね、そんな。天然水。冷蔵庫の中見たんですけどね、ちょっと。ああ、確かに気になります、ね。ほんまなにこれ、なんか、え、コインボックスみたいなのやね、なにこれ。お、重なってる。ちょっと暗いですね。ああ、これアイスボックスですね。氷です。おお、グラスがちゃんとした。グラスが。ああ、バカなっすね。すごい。バカなね。バカじゃないです。じゃあ、ここ。はい、はい、暗い暗い。あー、暗いですね。あ、冷えてへんわこれ。中国の俳優ですね。なんだろう、桃味かな。なんか一説にはお茶っていうのがすごい甘いタロイからって言われたんで、日本のお茶を、多いお茶買ってきましたけどね、一応大量に、はい、やっぱ甘いですね、中国のお茶は。あ、書いてますね、ここに何元何元とか。あ、ここも開けるの、ヒカさん重いな、いちいち。なんかうわー、すごいな。これもポテトチップスみたいなやつかな。スタミングフリークス。はいはい、こんな感じですね。まあリラックスできそうですね、ここやったら。いいっすね。まあまあいいっすね。こんないらないっすよね、一人。まあまあまあ、二人部屋でしょ、これ。どうか。確かに。でもここを一人で使う。何がおもろいやん。これ3回目っすよ。何がおもろいやん。ラフの朝も4回やってますからね。何が面白いやん、それ。おもろいな、これ。いやー、ということで今日も一日やったでしょ、だいぶ。いや、面白いって多分ね、自分だけが面白い世界に入ることだと思うんですよ。まあ、たまにそう思う時あるんだね。なんか自分だけがめっちゃ爆笑してて、あ、なんで、これ何がおもろいか面白くないって言ってる、それが一番面白いんですよね。はっきり言うと面白くない。
まあ言うても丸1日起きてるから変なスイッチ入ってきたわ。そうですね。いやー中国1日目だいぶいい感じで、さっきねマクドナルド見てきたんですね。マクドナルド、はい、中国ってマクドナルドって言うんですけど、びっくりしたわ、1人しかおらなかったと思って、店員が1人でダブルチーズバーガーとか置いてるんですよ。照り焼きとかなくて、なかった、ちょっと辛めのチキンとか置いてたんですよ。あー美味しかったよね。あとちょっと写真がちょっと詐欺ってたな。あー確かに。あともう下手な王将より遅かった出てくる。まあ遅い、王将早すぎるっていうのも客全然おらへんかったけど、めっちゃ遅かったから出来上がる。でも味は美味しかったですけど、王将が早すぎるってのあるね。それだけ言わせてマクドナルドの横になんかめちゃくちゃ怪しい店があったんですよ。あった、あ風俗っぽい、はい、めっちゃスタイルのいい中国美女、あこんな人に相手仕組まれるんだったらお金払うわっていうような中国美女がポスターみたいな感じで難しい漢字が書いてあるんですね、はい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 、足惜しいとかね。で前さんが入ろうとしてましたね。いやいや俺らが必死に止めて今があるんで。いやいや、うん、その問答であんだら2人でしょ行こうとしたら、その問答で30分かかったからね。いやいやいや、最後のスズリフはこの人足つぼできたやんっていう。ご質問で足届いたやん、最後のスズリフは。そうだね、もう歩けへんから足疲れとうかなって歩けへんから足疲れとう、階段も一段も登れへんわ。でもこのマッサージ店3階にあるでって登ろうとしましたから。あんな完全にやらしい店だ、あんなもん80分2万って書いてないから完全にやらしい店でしょ。ちょっと前さんちょっと興奮してたのか分からんけど、文字読み間違えて180元ですよみたいな、180元ってめちゃくちゃ高いんですよ中国でも。あー2万ぐらいですよね。180元っていう文字で、ここどこに風俗なんじゃないかって頭から当たったんですよね。言い間違えないやん。そうなんです。でさっき通訳さんが言ったら、いやこれは給料ですって。あー求人募集のポスター見て180元に興奮しちゃってました。値段高かったらね、風俗が思い上がって失礼なやつやね。ネイルサロン見ても値段高かったら風俗が思うんかあれ。思わないですよ、分かれへんでしょネイルサロンの方も。失礼なやつやで、ほんまに。というわけでね、今回中国に来るという動画になったわけですけども、はい、まあ、こっからが本編ですよ。本番のとこ行ったらね、はい、まあ、これは言ったらまあ中国に来ましたっていうだけの動画で、まあ、ちょっと軽くホテルとかいろいろやったりとか、プロローグ的なやつですよね。私は結婚式かなとか感じですか。第1章でええやん別に。第0章っていうのもうそれもう幼少期の話だから。そんな新婚旅行のやつは普通にラファーさんの中学生時代の話だからやりだしたの。お金がそんなに余裕ないっていうか、まあ、カツカツかなっていうやつが海外で結婚するパターンの新婚旅行のあれや思ってんの。いやいや、僕らにちょっと高いから、はい、ハワイで新婚旅行パックでそのまま全部抱き合わせでっつって、ちょっと安くなるやそのままっつって。そうそう、でも V ねプロローグ、プロローグってそういうことなの。えっ、どういうことか。まあでもあの本当にこれで一歩なるんですか。もうなりますね。まあ中国に来ること自体が珍しいですから、人生で何回あるか分かんないような大きなことだと思うんです。僕経験値としてはね。前回僕のプライベートジェット乗るっていうのがあれが中国ですね。ああ、あれ中国なんですか。あれ中国です。最近それ出した、最近さんの運転手あれじゃなくて、あーあれじゃない、もっと前に、ほんとに飛んだやつジェットで。嘘だよ。なんで水溜りボンドの神田君あれ面白い言うとたのに旦那在の方。まあそういうことでね、次回から中国に来た理由、荒野行動の謎に迫る。おですね、分かんないことないでしょ。あんなに人気のゲームなのに分かんないことが多いと、はい、しかも日本であんなに入ってるのに、まあ、実は中国だったっていう、ね、中国どんな会社なのか、どれだけ規模で作られてるのか。確かにヤバいと思うよ、ほんまにすごいと思う。だってその中国で流行っとる会社ってもう億とか超えて超やから。あ TikTok って有名やけど、上場したら2兆とかっていうのらしいですね。すごいですよね、何兆の世代らしいから TikTok なんていうのは。それぐらいのレベル感なんですよ荒野行動って。おそらくしかも荒野行動リリースされてから1年ぐらいなんですよね。ちょうどそれぐらいですね。そんなレベルで1年でここまで来た2兆まで、すごすぎるやん、まあ、これがだからどれぐらいのね規模感で動いてるのかっていう、まあ普段見れない光景をちょっと今回は僕たちのチャンネルで押さえていきたいなと、まあ、世界規模の仕事ってこうなんだよっていうのを見れると思う。あ僕は見たことないんですよ、はい、何人ぐらい奴隷おるんかなって見たよ。社長が何人奴隷をこの従えてんのかなっていう、そういうことなんですよね。帰るぞ帰るぞ、光帰ろうとしてるぞ、光帰ろうとしてるぞ。これはまずこの流れですか。ということでもう寝ますか。もう言うと僕らもう今2時でしょ日本の時間で。ひねり出てきたひねり。日本の時間から結構迷ってましたね。さっき3時でしょ。もう終わりましょう。終わろう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。